ローム株式会社が大切にしてきたもの、それは音楽を通して豊かな文化を作る、音楽文化の普及と発展のために創立されたロームミュージックファンデーション。特に重視してきたのは若い音楽家の夢を支援すること。これまでに4000名を超える若者たちのチャレンジをサポートしてきました。ヨーロッパに行くと、実際に言葉では表現できなくても体で感じるその音楽の素晴らしさがたくさん散りばめられていて、それがとってもいい経験になりました。ロームが育てた音楽家たちが年に一度京都に集まるロームミュージックフェスティバル、神尾さんもその一人です。ロームミュージックフェスティバルの舞台となるのは、ロームが再整備に協力し2016年1月にオープンしたロームシアター京都。最新の設備を導入し、これまで京都では見ることができなかった世界クラスの舞台公演が可能になりました。その一つ、ロームが2000年から支援を続ける小沢征爾音楽塾、本格的なオペラ公演が2016年よりロームシアター京都で行われています。すごい可能性があると思う、京都は。で、京都にオペラの練習なんか見に来てくれる人が増えてもらいたい。ロームシアター京都は人々が素晴らしい音楽と出会う新しい文化の伝道を目指しています。ローム株式会社はロームミュージックファンデーションとともに、音楽を学ぶ若者の育成と豊かな文化を作ることにこれからも取り組み続けます。